稲葉雅人は日本のプロレスラー。リングネームは五様丸。小学5年生の時にビデオ FMW の世界を見てプロレスにはまり、最初にプロレスを会場で見たのは1993年5月5日の FMW 川崎球場大会。大似た厚と三保朝子のファンだった。プロレス解説本でザグレート、サスケと高道の句が 空中殺法をやるなら体操部と解説していたのを読み、中学校時代は体操部に入る。1998年4月、入学した東京実業高等学校では、レスリング部に所属し、影虎は同級生、万事丸は2年後輩である。高校卒業前、分裂直後の全日本プロレスに履歴書を送るも返事が来ず断念し、東洋大学へ進んで、 レスリングを続ける。成績は、高校時代で、国体ベスト8が2回など、大学時代で、東日本新人戦グレコローマン2位になっている。2005年3月、大学の先輩である、藤井勝久の誘いで、ハッスルに参戦していた、小川直也の付き人を務めるも、3ヶ月で挫折。その後、影虎に誘われて、プロレスリングエルドーラドへ入門。 2007年12月29日、エルドーラド後楽園、ホール大会で、スパーク、青木とタッグを組んで、タイのサワロンガイアマザダ組戦でデビュー。2008年6月から約2年半、分身のゴールデンパインが、沖縄プロレスに参戦する。2009年12月、エルドーラドの解散からフリーとなり、紅白プロレス合戦に参戦。2011年、家庭の事情で、 沖縄から帰ってくると同時に大日本プロレスへ主戦場を移し、6月からはデスマッチ戦線にも加わった。2012年、大日本プロレス所属の兄貴こと、星野勘九郎と平成極道コンビを結成して、以降はコンビの弟分マサとして極道キャラを全面に押し出し活躍中。休憩時間には平成極道コンビのグッズを極道らしく押し売りしていて、 兄貴の借金返済と、売り上げ1億円を目標にしている。2014年8月13日、大日本プロレス交楽園、ホール大会で兄貴声えを果たす。その後も波に乗るように、宮本博志向きの持つ、BJW デスマッチヘビー級王座に、挑戦表明をするが敗北。2015年7月、平成国道コンビとグレートソロクのトリオで、 横浜ショッピングストリート6人タック王座に挑み、初めてベルトを獲得した。2016年4月、首のダメージ蓄積により欠場し、第2本再キャン、タックリーグ戦に合わせて復帰。しかし、デスマッチでは万全の状態で試合することができず、巡業や連戦が難しいことから、ドクターストップがかかったため、 第2本のレギュラーから離れることになり2017年1月4日をもって平成国道コンビを解散。2018年6月、琉球ドラゴンプロレスリングに入団して、リングネームをゴサマルに改名。6月23日、琉球ドラゴンネーブルカデナーリーナ大会において、ヒージャー・キットマンとタッグを組みたい、琉球、ドッグ・ディンゴクエルボ・ネグロ組戦で再デビュー。 2020年3月16日、大日本プロレス、横浜文化体育館大会に参戦し、約3年ぶりに星野勘九郎と平成国道コンビを復活。ありがとうございます。